ようチャンネルペイペット TV です。スタート。さあ今日もやっていきましょう。今日なんですけども、クロモモンガのミミコにこちらのねゼスプリのキウイフルーツを与えていきたいと思います。さあ一体ねどのぐらいゼスプリのねキウイフルーツをミミコが食べてくれるのかなっていうのもちょっと気にしながらやっていこうと思います。それではあげていこう。でですね、ゼスプリって皆さんなんか聞いたことはあると思うんですけど、会社名だって知ってました？僕ね知らなかったんですよね。でなんか調べてみたら、ゼスプリっていう会社が出しているあのキウイフルーツらしいんですけど、ですね、皆さんが知ってるような、食べてくれてますね、皆さんが知ってるような、坂口健二さんがねCM でやってたような、あの甘いやつではないですあれはねサンゴールドって言って、すごい多分、ちょっとお値段も高くて美味しいやつだと思うんですけど、これもね普通の、落としちゃった、普通のねグリーンのねキウイフルーツになるんで、食べてくれるかなとは思うんですけど、お前反応のいいボクサーボクサーかつさあどうだろうね、食べてくれてますね。これは結構食べてくれるのかな。勉強したいな、かわいい、こっち見てくれてる。もしかしたらこれ結構食べてくれるのかな。結構食べてます。おお、いいね、食べてるよ、いいよ。あれ、どうした急に食べんのやめたぞ。どうした？食べなくなったぞ急に。どうした？あれ、おお、食べてくれて、あ、よかった。あれ何をお気づきでしょうか彼女はですね、このキウイフルーツの一番美味しいとこだけ食べて、あとは残してます多分ね酸っぱかったんでしょうねはい、ということで今日の動画はですね、ゼスプリのキウイフルーツグリーンバージョンの場合は、フクロモモンガのミミコさんは美味しいところだけを食べて残すっていう動画でしたまた見てね。見てくれてありがとう。チャンネル登録よろしくね。